皆さん、金曜、タダチェリーの生き様チャンネルが、1000人突破しましたよね。まあ、これに関しては別に、こんなやつが1000人も行ったんだとか、まあ、そういう気もないし、まあ、全部込み込みで、まあ、彼の実力だと思ってます。で、その中で、まあ、言いたいことがあるんですよね。まあ、だから動画撮ってるんですけど、で、やっちゃんねるタダフリをやっぱ扱ったら、すごい、数字が伸びた、なんか、エスカレーターみたいな感じで伸びたと思うんですよね。まあ、それに関しても別に悪いことではないと思うんですよね。ただ、やっぱね、その、イージーカムイージーゴーっていう言葉があるように、エスカレーターで得たものっていうのは失いやすいよっていうことをまず、お伝えしたいですね。やっぱね、階段を一歩一歩地道に登っている人にはやっぱ勝てないよ。うん、エスカレーター。まあもちろんね、この人も今がそうなね、断片的でそうであって、階段一段一段上がっていた時期とかもあったと思うんですけど、だから、今獲得した数字とか、達成感っていうのは、すごいね、脇をキュッて締めないといけないよ、足元を救われるよってことをまずお伝えしたいです。これは、この人のことが嫌いだからとか、そんなの抜きで、まあ、物事の道理として僕は言ってます。で、ただふりやチャンネルを見て、まあ、自分もね、Vlog 始めたら、まあ、あんま伸びなかったって言って、ね、ただふりがあんなにね、ぐんぐん伸びてるから、自分もできるだろうって思ったそうなんですけど、まあ、それに関しては、ただふりは、YouTube を、4年、5年やって、ただのフリーターっていうキャラに自分を設定して、まあ、キャラって言い方も失礼かもしれないけど、ようやく当たったんだよね。それまで、チャンネルを作っては消して、作っては消してを何回も繰り返してるんだよね。それが本人から聞いたんだけど、ヘツマ流と紙一重のこともやっていたっていうし、その芸人としての都会のコウスケだっけとしてもやっていたというし、いろんな、もう何回もやってるんだよね。それで、ただ街を歩いて、街を撮っているだけの動画とかも撮ったんだけど、それも伸びなくて、変に包丁を振り回したりとかも伸びなくて、都会のコウスケでネタやったりとかもしても、なんか伸びなくて、変に肩の力入れてやったものが伸びなくて、ただ日常動画を撮ったら、すごい伸びたから、これだと思ってやった。で、それね、4年5年かかったわけよ。YouTube 始めてからね、その当たりまで。で、普通はさ、まあ、YouTube 一本一本の動画に思い入れとか、まあ、数字は伸びないなりにしても自分が、まあ、一生懸命撮ったんだっていうね、のがあるから、普通はチャンネルを消して、新しくやってを繰り返さないんだよね。まあ、撮っとくじゃないですか。その中で、いろんな試行錯誤をするんだけど、彼は本当に徹底していて、まあ、柴田の本とか、いろんな人の本を読んだし、研究して徹底してるし、もっと言うと、まあ、本人から聞いたんだけど、俺はその20年間、エンターテインメントの世界で勝負してきた。で、ようやく当たった。20年かけたわけですよ。20年かかったわけですよ。エンターテインメントの世界で花開いた、飯が食えるようになったの。そんぐらいの、熱い思い、気持ち、行動でやってるんですよね。まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、彼は一人暮らしで、まあ、カツカツ、むしろね、ちょっと借金、マイナス生活の中で、サラ金からね、数十万借りて、そのお金で、お笑いのね、養成学校、ナベプロの学校に、数十万振り込んで、そこまでエンターテインメント、芸の世界で、芸っていうかこっちじゃないですよ。お笑いの世界で勝負しようとか、その前はバンドやっていたとか。で、要はさ、彼が、その道でさ、花開くために YouTube、ね、最悪そのダメだったら YouTube があるじゃんって思ってなかったわけですよね。いろいろやった上で YouTube にたどり着いたわけですよね。もちろん彼が、芸人やり始めた時とか YouTube がね、今ほど盛んじゃなかったと思うし、ミュージシャン目指して青森から出てきた時は YouTube なんてなかったと思うんですよね。ぐらいの、覚悟、魂でやっているわけですよ。それを、なんだろうね、軽々しく、まあ彼みたいに、Vlog 撮ってなんか自分の無様さとか全てをさらけ出せば、まあマイナスの部分とかを強くさらけ出せば、YouTube としてね、バズる、伸びる、当たるって、思うのは本当に滑稽で奇劣だよって思うんだよね。安易浅はかですよってこと。別にタダチェリさんに言いたいわけじゃなくて、皆さんに言いたいです。だから何言いたいかっていうと、彼は、いろんなことにやったわけよ。だから例えば、青汁王子がアフリエイトで、世に出てたわけじゃないですか。で、タダフリは、いろいろやって、Vlog、YouTube がハマったわけですよ。それまでにいろいろやってハマったわけで、だから、Vlog 底辺、ブランディングが、
ハマる人はハマるわけ。だから、ただフリーがアフィリエイトやっても、青汁王子みたいになれないわけで、その人に合うもの、相性のいいものを、巡り合うまでのその、思考回数っていうのがものすごく大事なんですよね。で、ただフリーさんは、そのね、その、コロンビア起きての回数が本当にすごいんですよね。そこは本当に尊敬してるから、安易にね、自分が、フリーターで、とか、借金をしてるからとか、派遣だとか、いい年して、恋人もいない、結婚もしてないから、YouTube、Vlog やれば当たるんじゃないか、伸びるんじゃないかって思ったらもう愚の骨頂ですよ。うん、その人は、それが、適材適所な可能性っていうのは高いかって言われたらそんなことなくて、その人に合った何かっていうのを見つけるまでに、もうコロンビア起きてで、何回も挑戦しなきゃいけないわけですよね。で、やっちゃんねるに関しては、ただふりさんはやっちゃんねるさんを尊敬してるんだよね。で、僕が彼と対面した時に、やっちゃんねるはこれこれこうでこうしててとか、ものすごいやっちゃんねるの、成功を俺ら見てるじゃないですか、数字的な部分で。その成功の、ね、その礎っていうか、その影の、そのやっちゃんねるの努力とか、徹底したプロ根性、プロ精神っていうものを、ただふりさんはめちゃくちゃ褒めたたいてました。で、ただふりは、その YouTube に対してのプロ意識とか、YouTube とはこうあるべきだっていうのが、すごい自分に対してストイックに持ってるんでね。だからやっちゃんねるを認めている。やっちゃんねるは、ただふりさんより上じゃないですか。で、俺は、ものすごくただふりさんに、ダメ出しをされたんですよね。まず1年間も YouTube やって、チャンネル登録者数が800人しかいないのは、少ないからねって言われたし、俺のね、その動画がジャンルがバラバラじゃないかとか、サムネが一つ一つ雑すぎるとか、まあ僕は自分はその数を打ってるスタイルだからって言ったら、いや、それが良くないんだとか、すごい厳しいことを言われました。で、それに関して、やっぱ僕はただふりさんをその尊敬している部分もあるし、まあ彼と会った時は、まあ彼にごめんなさいの気持ちとか、感謝の気持ちがあったから、ちゃんと真摯に受け止めたんですよね。確かに彼の言ってることは間違いではないです。だから俺も悔しいから、ただふりさんに認められるように一生懸命動画撮ってるんですよ。まあ僕は僕、ただふりさんはただふりさんで、同じ YouTuber として、やり方、考え方、ね、人間性、性格、何もかも違う、個性も違うから、アプローチは違うけど、でもそのただふりさんのね、プロ意識っていうのは間近で見ました。だからこのね、ただのチェリーさん、ただチェリーさん、はね、最近この伸びてるのは、まあ、彼の実力だと思いますよ。僕も正直、基本一人さんとかを使ったら、このような感じで伸びたんですよね。ただね、これは本当にね、まあ、道徳的な話になるんですけど、YouTuber が YouTuber を扱えば、うまくいけば伸びるし、バズるんですよね。まあ、彼みたいに。で、そこに関してやっぱ扱われた側の気持ち、扱われた YouTuber のそのファンの気持ちを、やっぱしっかり考えて、うん、いや、最低限の思いやり、敬意とかは、持たないと、本当にね、悪人悪化、善因善果っていう言葉があるように、しっかり自分に返ってくるから、そこは気をつけた方がいいよって思いますね。まあ、散々ね、お前だって、好き勝手やったじゃないかと思う人もいると思うんだけど、そうなんだよ。好き勝手やって、結構自分が痛い目に見て、学んでいった。からうん、だから要はね、数ヶ月前の自分と今の自分ってのは違うわけで、今の自分の方がその痛い思い苦い思いして、そこから学び取って強くなってるんだよね。で、カールゴッチっていうそのプロレスの神様の言葉で、レスリングは人生と一緒だ、打ちのめしてじゃない、打ちのめされて強くなっていくもんだって言葉があるんだけど、だから桜庭とか耳が餃子みたいになってるんじゃないですか。まあ、ああやってね、強くなっていくんだよ。だから、この人の今のやってる、スタイル、スタンスっていうのは、別に否定もしないし、自分もやってきたことだからいいと思うんだけど、やっぱ一番本当に強いのは、階段を一段一段、登る人だよってこと、まあ、言いたいですね。で、僕もね、こういう動画出せば数字がいくとかわかるんだけど、でも、数字のために、その動画を出すってことはなるべくしないようにしているし、やっぱお金より信用を集めろっていうホリエモンの言葉が好きなんで、うん、やっぱ一つ一つ信頼を集めて、なんか、うん、
これも A ちゃんの言葉ですごい好きなんだけど、近道をすると近道に潰されるよっていう言葉が結構 A ちゃん訴えてるんだよね。その通りだと思います。だから今回ちょっと真面目な話をちょっとタダチエリさんにさせていただきました。で、タダチエリさんはなんか俺のことバカにしてたんだよね、コメント欄でね。なんか俺のアンチ的な人が俺の YouTube 動画でタダチエリさんの方が面白いですって言ったら、あいつはなんか簡単に動画を作りすぎてるわみたいなこと言っていたんだけど、そういうとこな、そういうとこ。別に俺はそんなことでムカつかないけど、自分に帰ってきますよって、ね、そのスタンスであなたがやっていたら、ね、別に俺じゃない相手にもそういうこと言うわけでしょ。ってことを、どうもありがとうございました。